じゅんてうつになったことある。一回だけあるね、23の時に、仕事で悩みすぎて、2週間お風呂に入れなくて、白衣が汚れすぎて、あれしたね、院長に呼び出されて、じゅんくん大丈夫ですかって。見えてなかったんだろうな。2週間俺お風呂入れなかったからね。<laughs> いあのー、人間関係に悩みすぎて、本当にお風呂入れなかったからね、シャワー、いや、もうその時本当に生きてるのが辛すぎて、まあ、配信はしてなかったのかな動画上げてたのか生きてるのが辛すぎて、なんとか頭だけを洗っていこうってって顔も洗わずに水、なんてうの、台所に水溜めて頭だけじゃーって洗って毎日行ってたわ。本当にお風呂に入れなかった。無気力すぎて。で、 仕事休んだんだよ、俺。行けなくなっちゃって。よくよく考えたら、絶対病院が悪いんだけど。で、俺、6ポケあげたんだよ。なんか、もう、げん、ね、そのそ、私生活に目を向けたくなくて、インターネットをやろうってなって、で、7月ぐらいに6ポケあげたんだよ。だから、毎日動画あげてただろ。俺、あの時、うつで休んでたんだよ。 で、多分2、3週間して、動画が上がらなくなったと思うんだよ。職場に復帰したんだよ。うん。あの時の俺頑張ったな褒められたもん、上司に。普通、そんだけ休んだら、そのままずるずるやめると。よく、悪く言えば、お前どの面下げで仕事に復帰したんだって言われた。笑い、笑い話でね。すぐお偉いさんに、 普通そういうやつってやめてくんだけど、お前どの面下げてこの仕事に復帰できたんだって。逆に知りたい。その精神は、多分後輩に伝えていかなきゃいけないから、絶対に今多分ね、これからあなたはすごい辛い、しばらくは辛い思うするよ。周りからもそういう偏見の目で見られて、上司もお前のやつ、お前のこと嫌いなやついっぱいいると。すげえさらって言ったことでしょ。そんなこと、 ね、するやつは根性がないやつだって、お前のこと嫌いな奴いっぱいいるよと。ただお前のそのね、経験っていうのは絶対に、後輩に伝えなきゃいけないからって言われて、俺は、そ、同じ職場で確か5年か6年頑張って、やっぱ後輩に伝えられたもん。しっかり。本当の意味でちゃんとやっぱ、そういうできないことかにもやっぱ優しくなれたね。自分もそういう失敗をしてるわけだから、ただね、やっぱ失敗してない奴って厳しいんだよ。しかも集団的に、 そう、弱いものをいじめたがるのね。あの子は今仕事できない、ダメだとか。多分さ、お,お給料あげて、もうお給料もらったらプロじゃん。専門職でプロじゃん。だからさ、その人の性格がどうこうだとか、今現、いくら少年が腐っていようが、多分我々が、面倒をある程度見てあげなきゃいけないわけよそういう精神が全くなくて、あいつは性格がダメだとか。 その、ダメな性格、である、彼、彼女に対して、どのようにね、仕事に熱を向けてああ、ね、あげるねあげさせてあげようとかさ、そういう、のが全然ないんだよね。俺はだから、その、本当にね、自分が本当に辛かったから、そういう意味では、ダメなやつの、なんていうの <laughs> ダメなやつ保護係みたいな感じで、すげえ寄ってくるの、ダメなやつが <laughs> 俺は、 けなさないから。いや、わかるよと。俺も実はな、2週間、仕事が、だ、おめぇらで、そう、そういうことだから多分、もう、そういうことなんだよみんなって多分本当にく、ダメじゃんネットのさ、本来であるならば、正常な脳みそしてたら、キを、レトルト、はじめ社長に惹かれるわけよただみんなは、ほん、多分、どこかしら、そういう成功者に、 偏屈、なんかなんていうの偏見の目を持ちながら、誰かいねえのか俺たちを包み込んでくれる奴は誰かいねえいや、まさにそうだよ俺そんな感じで、本当クズだもん本当にクズなのねキスバークだらけで仕事来るやつとか <laughs>、いるわけよ <laughs> そんでさ、もう周りはすげえひどいこと言うんだけど、ちょっとおいでと。あのね。俺は言うわけ。あのー、多分、周りの人たちは、 もしかしたら、あなたは、あの、なんていうのかな。そょ、延長しよう。これ、これ、いい話になるから、いい話になるから。<laughs> だから、いい話、いい話、ね、して。俺、すげえ理想の、俺、俺がいかに理想の上司かっていうの、今から。ほんとにね、もうキスマークだらけで、入社2週間で首中キス,キスマークだらけで来たすげえブスな女がいて。しかもさ、可愛かったらさ、そそるじゃん。すげえブスなのね、一重で。 変な弁蔵みたいな目からかけてきて、お前よりにもやっててめえがキスマークつけてくんのかよみたいなすげえブスな女がキスマークだらけで出社してて。でただ俺は、なんかね、あのー、何かあるんじゃないのかなって、そんなんじゃねえだろうと思って、あ、あなたが損しちゃう。別に、あの、男作るなとか、ね、エッチするなとは言わないけど、あのー、決して悪いことしてるわけじゃないけど、あなたが損をしてしまう。 本当にそれは良くないことだから、あのー、キスマークをね <laughs>、やめましょうと。やめるわけよ、ちゃんと。で、言ってあげなきゃいけないわけよ、そうやって。できてないことを、ちゃんと、一個教えてあげれば、できるようになるわけだから。できるようになるわけよ。そういう、やっぱそういうさ、自分の先輩っていうのは、やっぱさ、後輩の、なんかそう至らない点とかをね、フォローしてあげるのが、やっぱ仕事じゃん。それ込みで、 多分一年目の子たちよりもお給料もらってるわけだから。で、なんかその会議みたいなので言うわけよみんなゆとりがああだこうだとか。かそういう人たちが入ってくるんだから別にそういう人たちに合わせて仕事を教えてあげればいいじゃん。優位に立ちたがるんだよね。要は実力、そうやって一年目のやつらと比較して自分がね、すごいできるんだっていうのを感じない と、やってられない人たちなんだなって。別にさ、自分が自信持って仕事してて、ね、知識もしっかり勉強、じ、ね、あの、勉強して、最近俺も勉強してないけどね、勉強して、自分がしっかりさ、知識があって、自信持って、仕事してさ、もうチームの一員としてね、仕事して、それなりにま、ね、あの、成果が得られたらさ、まあ、医師を中心としてね、その他コメディカルで、自分の手柄じゃなくてもいいじゃん。チームとして成果が得られたら達成感とかあるじゃん。だそういうのがないんだよね。自分が、 誰かより優位に立ちたいとかさ、そういう気持ちを持った人があまりにも多くて。まあ、俺が働いてた病院だけかもしんないけどね。<laughs> すごいそれに対して俺は会議的だったね。なんでこういう風になっちゃったんだろうって。だから俺は、そう自分が頑張って出世して、その、そういう体制を変えてあげなきゃと。俺は、本当に劣等生だったから、マジで劣等生だったのね。寝、ね、坊、夜勤で5、五時に出世しなきゃいけないのに、夜の7時に起きたこととかあるから。本当に劣等生だったんだよ。 まあ、病んでる時ね、その、鬱つの時とか。でもさ、あのー、可能性ゼロじゃないのね。だ、なんでかっていうと、やっぱ寝れないわけよ。神経過敏になってて。次の日の夜からあ、昼の12時ぐらいまで寝れなくて。やっぱ行きたくないから。ただ、行かなきゃいけない。絶対どんなことがあっても行かなきゃいけない。も全然寝れない。で、12時ぐらいに、もう本当あのー、ジャックハンマーみたいに体が限界になって眠くなる。寝ました。寝、ね、寝ちゃったら気分良くて7時まで寝ちゃった。で、行きます。 もう、他人から見たらさ、なんでそ、あた、おかしいなってみんな思うでしょおかしいなって思うでしょお前が打つとか撃つとか。いや、人間誰しもそういう時ってあるから。でなんかそれで、ねえ。で、俺は思ってたんだよ。あなたたちもそういうことになりうるのに、なんでこの人たちは俺のこと分かってくれなかったんだろうなったから、俺は、絶対に、誰しもがそういう可能性を持ってるの。しかもだよ 俺何がムカつくってさ、そんな、俺をね一番ぐジぐジぐジぐち言ってた31歳のクソババアが、医者と不倫してんだよもう俺だから <laughs>、いつかこいつがやめるときは、て、お前さ、な、不倫なんかしてる奴に、モラルとかに語られたくねえんだよって言いたかったの。俺に一番俺をガチャ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 言ってきた女が、45歳ぐらいのきっ汚ね医者と不倫してんだよ。その医者とタッグを組んで俺にガチャガチャ言ってくんだよ。 おめえらにそんなモラルとか語られたくねえんだよって俺ずーっと思ってたの。最近イライラしてきたのにそれ昔の話だよ。8年ぐらい前だよ。言いふらせばいいだろ。いやもうみんな気づいてるから。気づいてねえのそのバカの二人だけなんだって。まあ、本当に挫折したね、若い頃は。でもね、そのまだ30歳でさ、社会経験もあんまりないけど、なんか辛い時とかに、その時の経験とかがパッとフラッシュバックするんだよ。まあ、あの時、 頑張れた俺なら、今も絶対頑張れるって、本当に。バリないで、みんなに叩かれたおかげで、この前の炎上なんて大して全然来たくねえ、みたいな。ああ風俗上の顔のせいにぶっかけたら治っちゃったよーっつって。明日ワクるから見とけよ、コミューっつって。<laughs> 俺のコミューピャって渡して。はい、帰れよっつって。<laughs> そうやって人間って相当強くなるの。ほんと強くなるわけよ。普通さ、もっと落ち込むなって思ったの。ほんとにほんとに。で、これ嘘を言わない。嘘言いたくないから言うけど。<laughs> 本当にそうなのね。だちょっとずつちょっとずつ、そのなんていうのかな、広がっていくんだよな。あの時と比べたら、今の状況なんて絶対楽だ。あの時自分が頑張れたんだから、多分今回も、まあ、あの時よりちょっと苦しいけど、絶対頑張れるんだっていう気持ちになるから、だから俺は、そのね、頭の硬い昭和のじじいとか言われるけど、どんなに、ま、自分に合ってないと思っても、俺は仕事3年間はやめた方がいいんじゃないのかなって、多分同じような、 じじいとか言葉足らずでさ、お前3年くらいやめんじゃねえよと言うけど、やっぱそういうさ、経験をしてきてる人間が3年か、とかね、5年くらいやめないほうがいいぞって言ってんだから、みんなも、まあ、一理あるなと思って、やめたほうが、やめないほうがいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、書たる気持ちがあればね、いいと思うけど。うん。確たる気持ちが、あるのであるならば、ね、道を、ね、変えてもいいと思うけど。 真実と経験は絶対嘘つかないね。ほんとにね。意外、あ、7年にやめて。ま、あ7年、石の上にも3年って言うよね。ちょ、タバコ吸ってくるわ。いいこと言って。いいこと1個言ったらタバコ1本吸えるシステムでしょ。